磨いた武を見せてやろう。歩んでしょ、断る。証明してやるよ。みんな一度取り合えば相当だって超えられるって。られたようです。全員でカバーを。炎の戒めを狙って。私の炎からは逃げられません。ラバチを守ってみせる。返しきれなかったか。みんなの力が合わされば。諦めもつくでしょ。
トリーをもって命じる。我が敵を断つ紅蓮の刃と化せ。強さだったぜ。このような結果、私は認めんぞ。この後に及んで往生際が悪いんじゃないか。ルガディン族、まさか短歌のじいさんじゃねえか。久しぶりだな。よう、ウクラマト。少し会わないうちにいい面構えになったな。短歌？短歌というのはグルージャジャにもらったこっちでの通名だ。元の名前はマムージャ族の下じゃ発音しにくいらしい。あなたの本名、ケテンラムとおっしゃるのでは？ケテンラムってあれだろ？エオルゼアのすっげえ船乗りの。ま、その話は後だ。ゼレージャ、この子らはお前が出した試練を超えてみせたじゃないか。それを認めないということは、お前に連王の戦者を任せたグルージャジャの信頼を裏切ることになるんだぞ。超えたと言っても数に物を言わせてではないか。存在、それも王に求められる素養だと。みんなで手を取り合えば親父だって超えられるんだ。もう
相当一人に願いを背負わせる必要はねえのさ。ならば我らにどうしろというのだ。共に生きようぜ、みんなでさ。お前が本気で王を目指すつもりなら、そうやすやすと共に生きようなどと言うべきではない。特に多くの赤子の命を奪ってきた男に向けてはな。だが伝王の戦者としての使命は果たそう。ウクラマと王女が友の試練を超えた証としてこの秘跡を授ける。おめでとうはまだ早いかな。いずれにしても君たちならきっと黄金鏡を見つけられるさ。君はもう僕が守ろうとしてきたか弱い妹なんかじゃない。この旅を通して時代の王としてふさわしい成長を遂げた。兄としてとても喜ばしく思うよ。兄さん、ありがとな。ここまでのご協力、ありがとうございました。遠いところまでお越しいただいたのに、ご期待に添えず、すみません。謝る必要なんてないさ。お前がウクラマと王女を信じて、王位を託したなら俺たちはその選択を信じるだけだ。それから最後ぐらい思いを言葉に乗せてみようと思います。慣れていないので月並みな言い方になってしまいますが、お二人に出会えてよかったです。あなたの気持ち確かに届きました。私たちの旅はここで終わりですが、三人で紡いだ思い出はこの胸に残り続けるでしょう。ああ、また俺たちの力が必要になった時は呼んでくれ。お前のためならすぐに駆けつけるさ。それにまだ俺たちの依頼は終わっちゃいない。依頼主を無事に王都へと送り届けるまではな。皆さん、大切な妹のこと頼みましたよ。さて、継承の儀はこれで終わりではない。お前が王位を得るためには黄金鏡を見つけなきゃならないんだ。分かってるって。ここまで来られたんだ、黄金鏡ぐらい見つけてやるさ。